お、蜂の巣もある。やっぱこのマップ、まあ、バルゲロとかこういうマップの特徴なのかな。蜂の巣がね、普通に直脇というか普通に置いてあるよね。またなんかプレイヤーの謎のオブジェクト。うわ、ドエリ15だ。15なら若干欲しいな。ドエリは正直あんまり高いのいらないからな。高ければ便利だけど低くても全然。ドエリも後でテイムしようかな。ん？何これ？多分これはただただ埋まってるだけだと思う。マンモス？マンモスかな？カリコテかな？ユタラプトル150はまずいって、絶対勝てないから帰ります。あ、終わった。無事テイム完了。ちょっと場所が悪いんで変えます。よいしょ。はい、では無事 S トリケラサウルス、S トリケラトプスゲーム完了しました。名前は、エリダヌス座かなのラーンって名前の、ランって書いてラーンですね。っていう名前にしました。だいぶボーナスで攻撃力、メレーが伸びましたね。HP も、スタミナちょっと少ないけど、普通に使う分には問題ないかな。なんかさっきの、攻撃力を見る感じだと基礎攻撃力が多分高いんじゃないかなとちょっと思ってます。ちょっと殴ってみようか。おお、モスコプスの普通に3倍ぐらいの攻撃力かな。3倍は言い過ぎか。2倍ぐらい出てますね。モスコプスの2倍っていうと逆にモスコプスが強いのか。タービンが強すぎる気がする。うん、やっぱそうだね。119だね。採取量はまあまあ普通かな。モスコと同じぐらいか。お、プラントワイだ。なんで次回からこちらのランとダウィンの2人をね連れて引き続き冒険をしていきたいと思います。では今回は以上で終了になります。よかったらチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。